PCR 検査の議員制で集団感染小田原市立病院本日アベマタイムズが神奈川県の小田原市立病院の副院長に対して取材した内容を報じましたこの病院においてはコビット1 9の院内感染が発生34人の感染者が出てしまいました副院長は次から次に出てくる患者さんに対して 我々もお先真っ暗とという感じは正直なところありました。救命センターのある当院では、疑似症患者を受け入れるときに、入院が必要な場合には当然、個室、一人部屋ということになるが、PCR 検査をして陰性だった場合は、多少症状が良くなったという時点で、個室の扱いをやめてしまって、大部屋に移してしまう。 個室を分けることによって患者さんをまた受け入れなければいけない PCR 検査は陽性率が6割から7割裏を返すと2割から3割は陽性であってもそうでない議員生として出てしまう PCR 検査が陰性になった時にある程度大丈夫といった判断をするのをやめにして 陰性でも少なくとも4日間は個室から出さないで対策を継続するそれを解除するときも主治医の判断だけではなくチームとしてみんなの複数の目で判断して相談して決めていくというような方針も取り入れているやはり PCR 検査に頼らざるを得ないところではあるが発信しすぎてはいけない総合的にレントゲンなり検査なりを含めての 対応ということと、やはり怪しいときには、個室対応を解除してはいけないとなっておりまして、こちら、この病院においては、本当はまだ感染しているのに、感染を拡大させる能力があるのにですね、PCR 検査によって、感染していないと判定された結果、感染者が個室から大部屋に 複数人でですすす。ね、入院する大部屋に移されて、て感染がが拡大してしままったといいう事実がございますこの PCR 検査については、いまだにテレビ朝日の「モーニングショー」などが PCR 検査を行えと要求し続けておりますけれども、この検査100%の精度があるわけではございませんので、このように逆効果になってしまう場合も多々ございます。 いまだにこういった PCR 検査についてはなかなかですね、正しい情報が報道されておりませんので、皆様、おかしな報道に、情報に騙されないように注意していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。